ければ、筆返しに打たれることはあります。それで、この穴に、ね、入っていくと、あと向こうの上にやるみたいな感じ。はい、じゃあ、本日やりましょう。はい、やりましょう。なので、この出番面をもらわないようにして、周りに入っていく必要は
には面をしっかりとディフェンスして入ると、ここがポイントになります。どうやってディフェンスするかは、表でディフェンスしてください入っていって面を防いでいくか、もしくは裏でディフェンスしてください入っていって相手の出番を防いでいくか、どっちかの形になります。出番だと面を上げながら周りに入っていって面をする方法があります。これでこうやってしっかりと入ってみたりとか、例えばこうやって面を開けながら入っていってこういうテクニックはありますけど、そうじゃない場合、一般的には前に入ってきた場合は完全に相手の面をブロックした状態で入ってくるわけです。なのでこうやって入ってきて、左手を打ったりとか、こうやって入ってきて、左手を打ったりとかっていう形が、上段の左の手を狙うための攻略法です。なので自分で鏡を見て、こうやって入ってきて自分の面が空いてないかと、こうやって入って自分の面が出ばらめと当たらないようだということは、後で考えてみてください。後で考えてみてくださいね。とりあえず今できないつもりでしたら、イメージだけこういう形で入って、Oh!
左に戻っちゃって、こうやって落とす選手がいるんだよね。こういう選手、こっちの左に戻すから注目してるなと思ったら、こっちの右の手が、うん、あとは、左の手が滑るのから、うん、こういう状態なので、この固定の、ハリウッドの固定の突きが、基本的には中段から、上段を攻めてくると、基本的な攻撃のところになります。なので、今度は、その基本技の一つで、こちら側の手ね、で、当たり前ですけど、深いところがいますから、より深く入り込んであげないと当たりません。ので、面を深いように練習してあげて、こちらから、深いように練習してあげて、こちらから、こういう形で、それでも上から出番目、打たれないように失敗にディフェンスの形で、ディフェンスの形で、こういう形ですね。これも、手の内のさっきまでやった柔らかさ、こういうところだと使えないと、まあ、当たらないようになります。皆さん、今度は上段の右の手で。はい、練習。はい、始め。恐れて、この場をパッと押さえて、避けるような形が
ならないようにコントロールします。いいですか？はい、練習です。これがそうです。この1、2、
前に出た感じでやらなくて斜めに。
かりできた。なので我々も来ないで僕できたらいいんだよと思うんですけど、まあいろんな大会見てください。ただ我々が必死する場合は背中を見せない、絶対相手から目線を離さないというところを守ってください。いいですか。はい。まだ以外から小技で打たないでください。キムさんでした。小技で打たないんだよね。これも上げて、こうです、上げて、こうです。踏み込む場合も踏み込まない場合もこれで上げて、それからは打ち切る。いいですか。この手先だけピンってやらないと。はい、2本ずつ下がるの気をつけてね。あ、俺も。
契約を打つわけですから、開かない相手に打たないようにしてくださいね。お互いに幸せのために。ヘイスが打たれること。はい、じゃあ次は、待ち方を変えまして、まだ最初、本気待ちです。急ぎ一歩作ってください。これ、ここまでがね、ここまであるんですよ、ね。急ぎ一歩から、右足中に進めながら、絶対外に行かないように、中心に向かって足を進めながら、表から待ちます。その時に巻くのは親指のこう、子宮のところを、ここを使ってグリーン、グリーンって巻いてあげるんですね。ここのところを使ってください。からこうです。ここからここを使って回ります。ここを使ってますか。で、巻いて3本目は面を打ってください。これでおしまいです。1回、2回、で3回目に面を打ちます、ね、一足一刀です。一足一刀、遠間ではありません。この母子球のところを使って巻きます。巻き終わりの相手の中心に来るようにしてください。検査にね、1回目、2回目、3回目に巻いていく。それではおしまい。いいかな。今度は裏の巻き落としにします。裏は今度は違う。
3分ぐらいを目安にやっていただいて、もちろん時間かけてもいいし、長くても構いませんが。
時間を40分までだと結構ゲートだと思いますので、そこまでお互いの準備やってください。すいません、こちら側から見ただけでも構いません、ね、お互いの時間的なのを伝えてくれるようにしてください。よろしいですか。はい、
Yeah!
And so that's